こんにちは、三年食太郎です。今日はですね、最近ですね、よく聞かれることがありまして、それが何かっていうと、美容整形についてよく最近ちょっとコメントとか DM とかでね、質問をいただくことが多いので、今日はそちらのお話をしていこうかと思います。食べる系の動画はね、また次回から出そうと思ってるので、食べる系見たいなっていう人は、また次回お会いしましょう。ということでね、ちょっと今日は興味ある人は限られてくるかなと思うんですけど、興味ある人はぜひぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。まず今回はですね、今までにやった整形をちょっと全部話していこうかなと思うんですけど、18歳の時から実はちょこちょこいじってまして、全部話そうかなと思います。はい、でですね、まず最初に言っておきたいのが、病院名はちょっと言えないです。病院に確認とかしてないのと、人によってやっぱり病院の合う合わないがあるので、私が行ってる病院が必ずしも正解とは限らないので、そこはちょっと伏せさせていただきます。ただ全部国内です。韓国は一度も行ったことないです。まず最初に何から話そうかな。じゃあ目から話そうかな。目は19歳ぐらいの時に初めて目頭切開という手術を受けました。目頭切開にも何通りか方法があるんですけど、その中でも Z 法という方法をね、Z の形に確か切るのかな、目頭をという手術をしてますね。ここですね、ここを切ってますね。ちょっと赤いの見えると思うんですけど、私はここの毛根ひだっていう部分、ここがちょっとなかったので切って見せました。目が大きく見えるのと、あと離れ目改善だったりとか、あと私は二重幅がね奥二重だったんですよ、最初の頃で。奥二重をここをねこうキュッてやるので、この二重幅が平行二重になるんですね。なんでそれをしたくて、二重平行二重にするためと離れ目改善のために目頭切開をしました。でもこれは結構してよかったです。結構印象変わった気がします。で、目はね実はそんなにやってなくてね、次にやったのが結構最近、去年になるんですけど、目尻切開と垂れ目形成です。これは目頭と違って今度目尻側で切る手術なんですけど、目をね大きく見せたい人とか、つり目を垂れ目にしたい人とかにすごい向いてる手術で、最初目尻切開だけでやろうかなと思ったんですけど、病院の先生にカウンセリングに行ったら、目尻切開だけだと後戻りしちゃったりとかあんまり効果がないって言われたので、垂れ目形成も同時にやりました。ここですね。これもでもかなり変わったかなと思います。 YouTube で動画出して目変わったとか整形したっていう声をすごいいただいていたので、だいぶ印象は変わってるのかなと思います。つり目がもともとね気にはなっていたんで、垂れ目にしたくて、ずっとねメイクでめちゃくちゃアイラインを下に下げて垂れ目にしてたんですよ。でもそれだとやっぱ変に見えちゃったりとかしてたんで、いっそのことやっちゃおうということで垂れ目にしました。目はそれだけです。次、鼻なんですけど、鼻はね結構やってまして、最初に18歳ぐらいの時に初めてやった整形が鼻線形成という、ここの鼻先の部分、これを丸い団子っ腹だったのを細くする手術をしました。これが多分最初に初めてやった整形ですね。当時その病院とかもあんまり分からなくて、とりあえず口コミでいいとこ行こうみたいな感じで行ったんですけど、あんまり効果がなかったというか、その劇的に変わった感じはしなかったです。こういう鼻線形成は多分併用して他の手術も一緒にやった方が多分効果は見られるのかなと思います。その後にですね、次に鼻のヒアルロン酸を打ちました。これはもうないんですけど、鼻のヒアルロン酸を当時ずっと打ってて、合計で3回ぐらいやりました。簡単にねプチ整形と言われる部類で、注射でゲル状のものを打ってここを高くするっていう手術ですね。ヒアルロン酸って時間が経てば吸収されてしまう物質なので、なくなったら打たなきゃいけないんですね。じゃないと効果が持続しないというか、結局そのヒアルロン酸を減ったら足して減ったら足してってやってたら、お金もかかるしめんどくさいなと思っちゃったんで、その後にI 型プロテーゼに変えてます。I 型プロテーゼっていうのは、鼻先とこの眉間のこの間の鼻筋と呼ばれる部分にプロテーゼを入れる手術で、3.5 ミリだったかなのプロテーゼを1回入れましたけど、それも結局変えましてその時にちょうど耳介軟骨移植もやってます。耳介軟骨移植っていうのは、この耳の軟骨を取ってここの鼻先に入れる手術です。まあ、これもね多少変化はあったんですけど、そこまで劇的に変わる感じは私はしなくて、なんだろう、思ったよりその自分のなりたい花に変わらなかったので、次に眉間プロテーゼ、I型プロテーゼ入れ替えで、鼻中隔延長をしてます。眉間プロテーゼっていうのは目の間ぐらいの眉間って呼ばれるところにプロテーゼを入れて、さらにここのさっき言った鼻筋のプロテーゼを入れ替えて、ちょっと4ミリのものに変えました。で、鼻中隔延長っていうのは耳の軟骨かこの胸の下の軟骨を取って、これを鼻に移植する手術なんですけど、私は結構がっつり鼻の印象を変えたかったので、胸の軟骨を取ってそれを鼻に移植させました。先生にオーダーメイドで作ってもらってます。ただまあ鼻のね限界があるんでね、なかなかこう自分の完璧な理想通りになるかって言われたら結構難しいところだと思うんですけど、当初の私の鼻に比べたらだいぶ綺麗にしてもらったので、今はもう結構満足してます。多分これ以上はねなかなか難しくなってくるんじゃないかなと思ってます。整形はね魔法じゃないんでね、限界がどうしてもあるんで、最近したのがさらに美翼巨匠と、ちょっと名前が出てこないんだけどなんだっけな、美翼縮小だったかな、美翼巨匠、美翼縮小っていう、今度はここの鼻横ですね、鼻の脇、小鼻の当たる部分、これをちっちゃくして高く上に上げてます。鼻の穴の左右差があって、それをずっと気にしていたのでバランスを整えてもらって鼻の穴を小さくしてもらいました。鼻の整形はそれで今完全に終わってますね。特にこれからも特に変える予定はないかなって感じです。鼻は、まあ、理想を言えばね尽きないんですけど、まあ、ここ鼻に関しては結構ねやっぱ難しいみたいで、人によってすごいできるできないの差が激しいので、私はもう結構限界かなと思ってます。唇です。唇は本当に最近まで何にもしてなくて、3、4日前に初めて唇にヒアルロン酸を入れました。でこれなんでかっていうと、私ねもともとここの人中の長さをすごい気にしてて、オーバーリップしてるんですけど、今も人中短縮したいなと思ってるんですけど、人中短縮ってダウンタイムも結構取られるし、ちょっと今仕事が忙しくてなかなかダウンタイム取れないので、唇にヒアルロン酸を入れて厚みを持たせましたけど、唇はやっぱオーバーリップしちゃってますね今もそこまでなんか大きい変化はなかったけど、プルプルのちょっと印象深い唇にはなったかなと思います。次に、輪郭、シワ、たるみについてなんですけど、頬と顎下の脂肪吸引をやってます。頬の皮下脂肪と顎下の皮下脂肪を取る手術です。これをすることによって、脂肪が顔につかなかったりとか、脂肪吸引ってその脂肪ができる細胞を多分除去するみたいな手術なので、脂肪がつきにくい顔になりましたね。こうなんか脂肪をつきやすい丸顔だったので、これもやってよかったなと思います。ただダウンタイムが結構長かった大体ね1週間って歌ってるんですけども、もう結果的に半年ぐらいは顔がちょっとパンパンになっちゃったかなと思います。結構ダウンタイム長いとあれですね、精神鍛えられるから毎回。あとよくこれ聞かれるんですけど、クマをね最近なくなったと思うんですよ。1年前ぐらいの動画だとすごいクマが目立ってて、これね老けて見えますねとか、疲れてるんですかっていうコメントがすごい頂いてたんですけど、ここのクマ完全になくしました。これはですね、私がやったのは下まぶた脱脂術という、ここのクマに見えて実はクマじゃない脂肪を除去した手術です。これね多分ある人意外と多いのかな、結構聞かれるんですよね。なんかこうクマに見えても原因は人それぞれで、私の場合はここに脂肪が溜まっちゃって、それがクマに見える、老けて見える原因だったらしいんですよ。なんでそれをもう完全に除去して脂肪を取って綺麗に平らにねしてもらいました。でもこれも結構やってよかったですね。だいぶ印象変わったかなと思います。若返るというか、表情が明るく見えたりするので、すごいやってよかった手術かなと思います。次にですね、これはもう除去しちゃってるんですけど、帰属手術というものをやりました。これもこの目のクマと一緒にやったんですけど、ほうれい線と言われるこのシワの部分、鼻横のこの深く刻まれたシワ、これを三角形のプロテーゼをここにはめるんですね。そうすることによってシワが目立ちにくくなったりとか、横幅がこうモコッとすることによって若く見えたり明るい表情に見えるという手術です。なんですけど、これはですね、私やったんですけど鼻の下が長くなっちゃったりとか、小鼻の広がりがさらに広がっちゃいまして、ちょっとね下膨れみたいな顔になっちゃったので、もうすぐに除去しました。だ今はないです。だその代わり、ほうれい線のヒアルロン酸を2回入れてます。 2cc 入れてるんですけど、 2cc 入れたのが今年の3月ぐらいかなに入れて、で今8月、もうつい最近なんですけど再注入させてしていただきました。なんかね、ヒアルロン酸に関しては1回入れて、最初の2回目の再注入を、3ヶ月から6ヶ月、半年ぐらいの間に再注入をすると持ちが長くなるみたいな聞いたんですよ。持ちが長くなるらしくて、なんでちょっと短期間で入れましたね。だから3回目はもうちょっと開けてもいいのかな。こうだんだんこう間隔を空けて、最初はちょっと短いスパンで入れていくとヒアルロン酸の持ちが長くなると聞いたので、今それをやってます。でもね、ほうれい線に関してはね、人間誰しもあるものなので、あんまり気にしすぎるのも良くないかなって感じです。でね、次にエラボトックスを、過去に2回注入してます。エラボトックスっていうのはここのエラの部分のボトックスです。ボトックスっていうのはこう腫れとかを抑える注射なんですけど、エラがちょっと出ちゃってたりとか、エラが角張って見える人とかにここにエラボトックスを打つと小顔に見えたり顔がすっきりして見えるっていう、これも簡単なプチ整形です。これをね過去に2回ほど行ってます。あとこの輪郭の部分なんですけど、リフトアップをしてます。糸リフトっていうんですけど、溶ける糸でこれをキュッと上げる手術ですね。これを2回やってます。何本入れたかな。1回目がコグリフトで7本入れて、でなんかそれがね結構ね、もう2、3ヶ月ぐらいでもう結構たるんできちゃってちょっと気になっちゃって、2、3ヶ月後ぐらいにミントリフトという強力な糸で16本入れました。これがね結構変わりましたね、顔が。結構なんか痩せたとか老けたねって言われることがめちゃくちゃ増えました。最初の頃に比べたら突っ張りとかもなくなって、最初は結構ねやばかったです。もう失敗したかなって思うぐらい顔がもうこんなになっちゃって、やばいなと思って不安だったんですけど、今はだいぶ自然に馴染んできてるかなとは思います。ミントリフトはもう強力な糸で結構引き上げがグッとかなり顔の輪郭が変わる、V ラインがうまく作れる糸なんですけど、これがね結構強力な上に 1、2 年ぐらい持つ。私病院で 3、4 年って言われたんですけど、多分 3、4 年も持たないと思います。 1、2 年ぐらい、ね、糸をねやってますね。でも糸はねそのうち、これがだいぶ効果切れてきた時に切開リフトって言って、もう完全に切りたいなとは思ってます。でかい手術なんでちょっとねタイミングとかまだわかんないんですけど、いつかはねそっちに移行したいなと思ってます。どうしてもこう糸をこう入れていただけなので、これが溶けたら、これミントリフトは 1、2 年後に溶けたらもう完全に効果もないんですね。ただ溶けた後にこう張りが生成されたりとか、コラーゲンがね生成されるらしいので、顔の張りとかお肌の質が良くなったりするみたいです。整形っていうよりはアンチエイジングに近いかなと思います。次にバッカルファットを取りました。バッカルファットっていうのは脂肪吸引の皮下脂肪と違って奥にある深い脂肪のを取る手術で、バッカルファットはもうこの辺の脂肪を取るんですけど、こう霜膨れの人とかが結構ね効果的な手術かなと思います。私も結構霜膨れ族だったんでだいぶ変わりましたね。ただバッカルファットは結構デメリットがあって、取りすぎちゃうと顔がこけて見えます。で私も多分それなんですよね。つい最近の動画で顔めっちゃこけたねって言われたんですけど、むくみがないプラスバッカルファット取ってるリフトアップだとかなり顔がこけて見えると思います。顎にねヒアルロン酸を入れてます。これね意外とやってよかったんですよ。なんか顎のヒアルロン酸がちょっと併用して他の手術とやったんですけど、あんまり期待してなくて別にやんなくてもいいんじゃないかなと思ってたんですけど、意外とね顎のヒアルロン酸打ったら顎がシュッて見えるというか、こういう感じになるので顔が小顔に見えます、非常に。あとこう顎が長く見えることによって、私陣中がね長く見えるんですけど、ここの陣中の長さをこっちの顎でカバーできて、結果的に顔が前よりはバランスが取れて見える顔になったかなと思って、逆にね顎のヒアルロン酸結構打ってよかったです。そんな感じですかね。全部言ったと思う。覚えてないのもあるかもしれない。ちょっとね分かんないんだよな、やりすぎちゃってる。整形ってすごい顔も変わるし、顔も変わると自分の心も晴れやかになるし前向きに生きれると思うんですけど、私もそうなんですけど、完璧主義な人とかだとここ直したら今度ここ気になる、ここの整形ちょっと戻ってきちゃったかもみたいな、すごいね不安になるんです毎日毎日。だからそれはねあんまり良くないなと思うので、妥協点を見つけてほどほどにって思います。これはもう自分に言っちゃってるんですけど。で、今後やろうかなと思っている手術は、さっきやった切開リフトっていうリフトアップの一途ではなくて、完全に頬をベロンって切ってキュッてたるみを引き上げる手術ですね。切ってあげる手術、これもやりたいなと思ってるのと、陣中短縮もいつかやりたいですね。で、顎プロテーゼもできたらやりたいかなとは思ってるんですけど、いつになるかなって感じです。はい、ってことで、こんな感じです。いろいろね多分気になってる人とか多かったのかな、質問もすごい結構来てたので今回答えました。また多分今後ももしかしたら顔変わるかもしれないんですけど、私はもう変わんないので性格とかそういうのも全然変わんないので、顔が変わったからってそこは変わらないので気にしないでいただけたらなと、温かい目で見守っていただけたらなと思います。今日はこんな感じです。また次回食べる動画でお会いしましょう。それありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。